公式に調べずに来てしまったけど、多分各々にって思うんでしょうね。各々に毛量をのす。ただ、ズ家これもう。これは毛量と読めるからね。俺 <laughs> 漢字スキルないけど、これ毛量で読めるからね。<laughs> それは読めるからね。よっしゃやっていきまーす。話題になっているホラーゲームでーす。このゲームね。体験版の頃からすごい話題になっとんやけど、あえて体験版やらずに、えー、やっていきます。 事前情報なしです。ホラーゲームってことぐらいしか分かりません。はい。いきなり女の子が歩いてきました。ゆいこの街では以前から奇妙な失踪事件が頻発していた。あ、ゆいってね。あ、これセリフのウィンドウなんじゃ。効果こせないだけでセリフのウィンドウ的な感じ。こういう表示のされ方するんだよな。オッケー。<laughs> 私のお姉ちゃんは、えー、雑誌記者で。 事件を熱心に追っていたそんなある日突然お姉ちゃんからの連絡が途絶えたやめてそれじゃあ途絶えただけそれを最後に行ったところに救出に行くみたいなホラーゲームじゃよくありがちなパターンやめてホラーゲームかこれでもこれこのゲームホラーゲームかよくありがちなパターンか嫌な予感がした私は街中お姉ちゃんを探し回っていたそういうのはさまず警察に電話してさ 探ししててくださいって依頼した方がいいっ依頼たうがと思うよ電話の音これバイブとかそういうエッチなやつじゃないからねみんなこういう振動が聞こえてきたからってねそういうエッチなほこり聞いたらダメだよ <laughs> 何なんかねちょっとごめんなさいね <laughs> なんか喉の調子が悪いんやけどさ収録を初めてまだ3分経ったんのに喉の調子悪いんだときいけど喉のあたりになんかちょっと <laughs> 痰がちょっと絡み始めたんやけどどうしてなのこれ <laughs> よし全然治らかったわ今公園を探してるのごめんこれからは無理かももう少しお姉ちゃんを探したいからんこんな道あったかなああごめんごめん独り言独 <laughs> り言でかい独り言やなお前 絶対相手に聞いて欲しかったパターンの聞き取り方やな。入るんかいお前。立ち入り禁止の看板読めんのかお前。あったぞ今。道の奥にあったのは古びた洋館。こんな道あったかなでさ、ちょっと行ってみようって思うこの子の感覚。道の奥にあったのは古びた洋館。一番あったらあかんやつじゃないかお前。はいカラスの声。もう怖い。怖い。怖い。なんだろう この建物あのさいやすごいでかい建物俺レインボーシックスシーズンやるけんさこういう建物に近づいたらまず外にあるニコの監視カメラ壊そうとするね公園の奥に建物があるの知ってたあれ県外になってるおかしいな 電波障害あれは何なんか黒いの何個の黒いやつ何個の黒いムチみたいな感じのやつやっぱりこれお姉ちゃんのだマジかお姉ちゃん、そういう女王様的な感じなんド S スの女王様的なやつなんこのムチでいろんな人をバチバチ叩いてるのお姉さまと呼び出すお姉さ様ちゃうな女王様とお呼び じゃあ、まさか、この建物の中にな、なにあ,あ、建物の中でトマトぶつきあい大会始まってる。トマトぶつきあい大会で、流れ玉のトマトが窓に当たったな。キャー <laughs> すごいガチでやってる。トマトぶつきあい大会、すごいガチでやってるな。今の声、中から 鍵がか,かってるどこか別の入り口はおいおい別の入り口探そうとガチって言うたすごい骨豪主義のタイミングでガチって言うたえそれええー、ってなるなガチだもんだってこいつうわあもう出てくるんもう出てくるんふふふすぎるよもうちょいじらってこようぜもうちょい中で探索してから 何かがいるのかもしれないとかいうそういう展開の上でさ出てくるのはわかるよあれお客さんかなみたいな感じで出てくるんじゃないお前 <laughs> え鼓膜やられたごめんなさいねこういう実況なんでよろしくお願いします頑丈な鼓膜になってくださいそれはまるで斧を持った鬼のようだったそのままですねなるほどだからそういうタイトルなんだそのままですねこいつから逃げなきゃ その時、私の全細胞がそう叫んだ。うん。全細,全細胞の皆さん。その通りです。そして、私は、導かれるように、逃げ込んだ。この、猛量の、住む、たたずむかえ俺、たたずむって読みようけどさ、これ、ほ本当にたたずむであっとるよ、これ。<laughs> ちょっと自信なくなってきたんやけど。こう書いて住むって読むパターンもあるかなって、ちょっと思い始めてきたんやけど。 でさ逃げ込んだってさ逃げるんだったらさ引き返してさ元の道たどって来ればいいのにさなんでわざわざ家の中いやだいたいさ <laughs> この鬼だってさ家の入り口におったのにさそれを横通ってまでどうして家の中入っていくんこの子はさパニックになった時この子の思考回路どうなったのわからんわパニックになった人ってどういう動きするかわからんわあ別の入り口があったんかそうかそうか 別の入り口入り口あったん <laughs> 別の入り口を探そうって言いよったけどさ本当に入り口あったパターンなんだ嘘でしょななのあれななのって感じやったななんかブリーチにアランカルとして出てきそうやもんお姉ちゃんここにいるのめっちゃ突き破ってこようとしてるやんタン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 ,タン

いいね。雰囲気がよろしい。暗いですね、全体的に。おっと、なんかメモあるね。何かのリストなにに ?2003 年5月8日から始まってるな。男性肥満系。油にいあり。油にいあり。<laughs> 筋肉質、締まりすぎて硬い。少女、15歳前後、白く柔らかい。 いいろろなんかよくわからんけどさ2003年に何をやってたのこいつはあでも死に,にえめ、ーえー。操作プレイヤーが驚いて主人公驚かない魔女の家と一緒やな確かに驚いてないなこれあれ <laughs> なんかあるぞ残白刀みたいなのある 残白飛びである、残月あるんやけど、残月っぽいあるよ、これ。包丁な、これ。でかいだろ、包丁 <laughs>。でかいだろ、包丁、お前。残月がもんだと思ってたけど、お前。<laughs> ブリーチやほんまにブリーチやってきてる。ん血がめっちゃついてるわー。ずいぶん錆びてる。頼れる相棒とはいかなそうね。脱いだ。よう、こんな普通に取ろうとするね。 残月のおっさん、俺れに力をか、うーんどうも、今のはの言うタイミングが遅い。しかも、うわーともならない。ミステリアースこの女の子の覚悟、うーー <laughs> あんま関係ないところで脅かしてくるのやめてくださいよはは。ははは <laughs> ああそれ、ね、笑わせに来てんのかな<笑>,笑わせに来てんのかなワンちゃん錆び <laughs> てるならケンポチの残酷とあ,あれねあのー、司会し司会した頃には俺読,む読んでなかったからねあんまり司会した時の残酷との名前とか覚えてないけどねダッシュあるわこのタイムでダッシュの あれ出されたことは「握るパターンやこの後ははい握るので気をつけてくださいね」みたいな感じじ言ってくれてるわ親切やけどさダンボールからは赤い液体が染み出しているトマトケチャップ多分トマトケチャップじゃんトマトのぶつき合いたいかするぐらいやもんなこの家の建物の人はさどっかしトマトが大好き開かないどっちがロープで固定されている何か抱えている開けるな奴らがいる。 何のことだろうメニューもあるあ X でもな同じやつ出せるんやなえー、っとねそうやな <laughs> 逃げないとあれが追いかけてこないっていう保証はどこにあるんだえ開けるなやつらがいる 奴らってこと結構人数おるな、あれ。あれ、一体だけじゃないんや。怖いわー。怖いわー。あ、セーブ。包丁手に入ったんやけど、装備とかできるのこれ。ああ、要所要所で何かを着るために使えたことだね。ええー、と、今のは、もういい、今のはって、さっきの輪になる、もう時間的にさっきの輪になったの。 えーとどうしよう。うわまだバカはずだよ <laughs>。火だねがどこから出てきたんかいまいちわからん。初期あ日出し開けるんじゃ。うわーひ、人の腕、ひどい腐敗臭。まさか、本物いろいろなところ調べれそうやな。そうなると。 えーっと、こちらっちはまだ調べてないものあるかもしれんな。ああ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 えなんでさ 鬼が追いかけてくるっていう振りを見せといてさ一番最初に死ぬ死に方燃えて死ぬかま鬼まだ出てきてないやろ <laughs> 追いかけてきてないんやけど格好つかないからやめてよね <laughs> えーっとあ神髪切れあるで、ね、これ長かったがついに館の入り口まで戻ってきたあいつの姿はしばらく見ていない 早く帰らないと家族が心配しこれ以上の文字は代わりに赤いシミが残されている家族が心配してるんだよここに来た人のメモかな <laughs> そうだろうな <laughs> 突然俺普段の声はそんなに大きくないと思うけどね余計にそう感じるんでしょうごめんなさいね これ見てなかったな、セーブ。セーブしてから見てなかったっけん、ね。とりあえずこれ見たっていうフラグを立てとくね。たぶんそれ以外は何もないでしょう。というわけで、一旦セーブしたい。紙切れ、こっちのを調べても同じものが出てくる。OK。へぇー、そうそうな。新聞あ ?2003 年5月26日。行方不明者急増。1か月で10人以上。 15年も前の新聞その頃からこんな状態なのえっ包丁でロープを切るロープこれ違うロープロープなんかあったこれかこれじゃあこれ赤い液体ロープに見るけど赤い液体えっロープなんかあった見落としとったロープはどこですんなんこれ調べられない 扉あ扉ロープあったっけ見てなかったごめんなさい <laughs> あロープで固定されてるって書いてるやん <laughs> そっかそっか見てなかったっていうか <laughs> あ切れた切れたわ <laughs> ロープ切れたわ包丁でありがとうございますそのコメントをね そのコメントでね、進展するっていう生放送の代行のドクロー魔女の家だったら絶対追いかけてくるやつドクローゴキブリも走ってるわぁ第二の魔女の家って言ってもいいぐらいのこの雰囲気聞こえてますや聞こえてますや なんか聞こえてますよ説明なかったなんかうわあ、見えてるよー見えてるよ入っていたよ見えてるよ逆から行きますなんかバリケード作られてる中から何が聞こえるなんか右からなんかねっあ、すごい雑な入り方してるレインボーシックスシーズか <laughs> レインボーシックスチーズにしかなり得ないような入り方してる。近づいていいんかなこれ。おぉ、雰囲気がすごいよ。雰囲気がすごいですよ。入ります。おらんのあ、よかった。セーブ。ここでセーブ。えタンス、タンスを探ささくてはえ。え何の話タンスってあ、見てなかったかなこの辺 <laughs>。タンスないよ。 まあい,いやわーまた燃えそうなもんあるし怖っこのゲームいつ発火してもおかしくないっていう気になってしまう秒針の音がいつも以上に気になるわ静かだからねちょっとチラ,チラッと動いた今気のせいかなあーあああなるほど青鬼だったらタンスティックれるけんが青鬼じゃねえよあ,あおーおんやめてー 視聴者だとタンスの話してるああいう時にさ、いきなりタンス揺れないで。たけしいるのたけし出てきてよ。うおーたけしというか、たくろうみたいなやつが出てきた。な、なにあ、怪しいものじゃない。怖がらないでくれ。頼む。えあ、あなたはお、俺は記者だ。ここで取材をしていた。そんなことより、君は、 なぜこんなところに一人でいやあなたもそうだなあなたも自分のことを言えないでしょうにねロん。あの私はここに姉を探しに来たんですお姉ちゃんも記者なんです何か記者の姉もしかして君は桜子さんの妹お姉ちゃんを知ってるんですか私妹のヨイです 一,一緒に取材に来た仲間だだがあの化け物にさらわれてしまったささらわれたそんなお姉ちゃんひとまず落ち着こう全部探すよなぜ俺たちがここに来たのか来た理由があるんやな取材ででも失踪の話が出とったけんさやめてその火つけるのやめて爆発しそうな気がするけん火つけるのやめて ようお前火つけたな爆発した前世とはないん爆発したっていう経験ないよここの家で建物でお前けどあれやな取材ってあの前々にあの失踪の話が出とったけ失踪事件の追い求めてきた記者って考えるのが普通普通やな俺たちは15年前から多発している失踪事件について調べていたんだほら来た ほら来た <laughs> メッセージでおったけん呼んでみたでしょうって。呼んで知ったでしょうって言われそうな気がするけど見てなかったからね。表示はしとったけど見てなかったからね、俺。左から来てこの男交際に一票ありそう。<laughs> ちょっとありそう。だとしたらこの男名前を名乗らんかったっていうのはさ、ここで使い捨てるからっていう、そういう、そういう感じに見えてきます。 名前男のままで行くだろうなこれ。名前とか明かせんだろうな。男のままで死ぬだろうな。<laughs> そして多くの目撃証言が黒近辺で途絶えていることに気づいた。すると桜子さんが急にここを調査しようと言い出したんだ。お姉ちゃんがここをああ、か女はすでに何かを掴んでいたらしい。でも、親には教えてくれなかったよ。え 多分その理由はさ、多分この後3分ぐらいで死ぬからだと思います。ゲームの作者的には使い捨てのキャラーだったからだと思いますね。確かに、画面がちょっと地味に近づいたのは気づいた。もっと近づいたら後ろにいても、あ危ないって言い、女の子が気づかもかもしれんけどさ、演出的にはそんな感じがあるよね。そして、忍び込んだのが昨日の夜。そうしたら、突然あいつに襲われて、 そうだったんですか。<laughs> こっから多分この男が死ぬ RT a 始まるからね。ゆいちゃん、一緒に桜子さんを探そう。そして、行くくも早くここを出るんだ。一人では危険すぎる。俺も君妙だ。協力していこう。はい。一人より二人ですね。よろしくお願いします。よし。そうと決まれば、ここにいても仕方がない。 おかかかしい。買いがかかっている。さっきまで空いていたはずなのにまずはここを開けないと先に進めない俺はこの部屋を調べてみるゆいちゃんは他の部屋をわかりましたよろしくなさてあと何分でこの男は死ぬでしょう 裏切るに1票入ったよ。<laughs> 今度は裏切るに1票入ったよ。あとこいつはなんだ上にいたり下にいたり繰り返してるだけだよ。も鍵がかかっている。鍵さえあれば一発なんだが。じゃあ鍵探せよ。これ部屋から出て行った瞬間にさ、ガーッて叫ぶ声いこんかな。大丈夫かなあなんでちょっと近づいてきたんなんで近づいてきたんえ こいつキロック審査もなかなか怖いな <laughs> 大丈夫どうせ死ぬ